それではですね、皆さん今日はお忙しいところご参加いただきありがとうございます、えー。今日はですね、オンラインセミナー第100回目ということで、ロジカル型のデータの条件を使った計算と可視化について紹介をしていきます。で、私、エクスプローラテでカスマーサクセスを担当している素人と申します。普段は日本のお客様を対象として、エクスプローラテのご活用の,の支援だったり、あとはですね、コンテンツの発信等をですね、務めております。 で、私たちエクスプローラーについても簡単にご紹介をさせてください。で、私たちのビジョンとしてはですね、誰もがデータをもとにより良い意思決定ができるというのを掲げております。で、そのためのミッションとしてデータサイエンスの民主化ということで、今回も使っていくことになりますが、データサイエンスをですね、簡単に UI を使ってあの行っていくことができるエクスプローラーというツールの開発と、そしてですね、こういったセミナーだったりトレーニングをとした教育活動としてですね、データサイエンスの民主化のためにですね、日々活動をしております。 で、データサイエンスというとですね、ワークローというものがあります。で、まず、あ、最初に質問があって、そこからですね、データインアクセス。で、その次にですね、データラングリング、データの加工性系の。 ことですで。あとはですね、可視化だったり、アネイティクスを通してですね、これらのサイクルをぐる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 回していきながら、最終的にインサイトを見つけ出していって、それをですね、あの、他の人たちに伝えていくっていう作業がですね、あの、必要になってきます。で、そこで、私たちのこのエクスプローラーといえば、これらの5つのタスクっていうのを、モダンでシンプルな UI を通して、簡単にできるような形となっております。 で今日のメインのお話としてはです、ね、このデータラングリーのデータの加工成形だってです、ね、あとはこちらの可視化の方の話をしていきたいと思います。ではですね、改めてオンラインセミナー第100回のロジカル型データの条件を使った計算と可視化の方に入っていきましょう。で今回のアジェンダはこの4つでお伺いされていますで。最初はですね、まずそもそものロジカル型のデータって何なのかというところからですね、ご紹介させていただきます。 でエクスプローラーだったりでは、ですねべての,のデータの型、データのタイプによって、ですねあの様々なあのタイプがあるんですけども、その中でも、おかが特殊なこの論理値、ロジカル型というものをですね注目して、今回は紹介をしていきます。このロジカル型というのは、ですね2つの値しか取らないカテゴリーのことで、例えば解約したかどうかというデータがあったときに、解約している場合には、イエスだったり。 解約してない場合にはノーとなっているようなデータがあったとしますと、でそうしたときにです、ね、このロジカル型のデータの場合には、この true か、そして holsk のどちらかの値にしかならないような形になっています。で、イエスの場合には例えば true だったり、ノーの場合には h o l s という形になっていると、で元のデータが トゥルーだったり、ホルスの値を持つで、ね、ロジカル型ではなくても、例えばカテゴリー型のイエス、ノーだったり、もしくはですね、数値型となっている1、0の場合でもですね、ロジカル型に変換をして、トゥルーだったり、ホルスのデータにしていくことも可能です。じゃあなぜロジカル型がいいのかというとですね、そもそものこの世のものの多くはロジカル型です。例えば、グッとかはとか、いいか悪いかだったり、もしくはですね、映画とかでもあるヒーローなのか悪役なのか。 あとはですね、皆さんも経験されたかと思いますが、受験の時に合格したのか、それとも不合格だったのか、であとは私たちのようなあのサブスクリプション型のビジネスのバイトかだとコンバートしたのか、もしくはです、ね、解約をしたのか、であとは最近だとあの薬の副作用があるのかどうなのかだったり、効くか効かないか、こういった形でさまざまなあのものがです、ね、この2つであの表せる。 いいいいか悪いか悪みたいな形で、表すデータが多いで,すでこういった形のです、ね、対象が2つのものであれば、人間にとってもです、ね、比べやすいっていうところも特徴だと思います。で、さらにですね、内科の効果があるのか、もしくはですね、いかっていうのを知りたいときもですね、2つのものを対象とすることが多いです。例えば、ウェブの場合とかだと、AB テストというのをしてですね、A と B どちらがいいのかっていうところをですね、判断をしたりだとか。 あとは RCT、日本語で言うとランダム化比較試験といったりもしますが、2つの群をですね、無作に作って、そっちの,あの2つの群でグループの方ですね、どっちがいいのか悪いのかみたいなところもですね、見ていくっていうこともやったりもします。なので結構ですね、いろんなところでこのロジカル型、日のデータっていうのは扱っていくことがありますと。で、さらにですね、分析手法っていう観点でもロジカル型を対象としたものが多いです。例えば予測モデルのロジスティック 回帰といったモデルだったり、もしくはですね、あのー、生存分析といった、そのお客さんが辞め,、あのー、めるのか、辞めないのかというところに対して、あの時間も含めて、ねあのー、見ていくような分析のモデルがあったりもするんですが、これもですね、ロジカル型を対象としていますと。ただ、T 検定というものも、あのー、2つのグループでの平均値の差を見ていくというところなので、まあ、こういった分析書でもですねロジカル型を対象としていますと。 で具体例として、ロジカル型であればですね、先ほどもちらっと紹介した、あのロジカル型を目的としたアナリティクスのロジスティック回帰ってものをです、ね、使用することができたりしますで。この目的となる変数っていうところに対して、その解約したのかどうなのかってですね、ロジカル型の列をですねあの割り当てていくことができると。 じゃあ、ここまで,です、ね、ロジカル型について説明してきたんですけども、実際エクスプローラーというの方で見るとどういう形になっているのかというとですね、例えばテーブルビューの方で見ていくと、このロジカル型のデータの場合は値が true、もしくは a l ルスの値となっていて、データタイプはです、ね、このロジカルという風になっています。でさらに、このロジカル型のデータの場合だと、サマールビューの方から true、ね、と a l ルスの数だったり、もしくはです、ね、割合というものをです、ね、確認できるような形となっております。 じゃあですね今回あの、ロジカル型についてあの、ここからもっと詳しく説明をしていくんですが、今回のサンプルデータとしてはです、ね、オーガニックストアの顧客データっていうものを使っていきましょう。じゃあ、このデータ、使っていくんですけども、そもそもデータがですねロジカル型になっていない場合とかがあります。 例えばこのデータを見ていただくと、解約という列がですね、データタイプがキャラクター、カテゴリー型となっていて、値がイエスか能みたいな形になっているので、これはですね、ロジカル型にしていきたいんですけど、どうすればいいでしょうかというところで、ここからはこのロジカル型のデータの作り方について紹介をしていきます。 先ほど見ていたこの解約の列、キャラクターというカテゴリー型のデータになっているんですが、ロジカル型、true と false を持つですねああの、値を持つロジカル型に変換をしていきたいですと。じゃあこれ実際にやってみましょう。エクスプローラーというの方に行きまして、今回このオーガニックストアの顧客データっていうものを使っていきますと。で、1行が1顧客のようなデータとなっていて、別にはですね、その顧客の属性を表す列がいくつかあります。 で、後ろの方に行くとですね、こういった解約といった列がありまして、これはですね、イエスかのどちらかの値しか取らないので、じゃあ、ロジカル型に変換をしていこうと。その時にはですね、この解約という列のヘッダメーを選択をして、このデータタイプを変換。で、この中にですね、このロジカル、過去論理値タイプに変換というものがありますので、こちらを選択していきましょう。で、うすると。 計算を作成といったダイヤルが表示されました。で、この計算エディターというところには STR ロジカルといったですね、関数が使われています。じゃあこの STR ロジカルといった関数はどのように動くのかというところですね、スライドを使っていきながらまた見ていきましょう。 この先ほどデータタイプをですね、ロジカル型変換と選んだ際に、この str ロジカルといった関数なんですけども、この str ロジカルの関数は値がですね、true か false を取るロジカル型を列に変換ができます。で、今回のようにイエスか n ーのデータの場合にはイエスが true で n u がですね、false になるような形で変換をすることが可能となっています。じゃあですね、実際にあの実行してみましょう。この計算を作成のところですね、実行ボタンを押していきたいと思います。 でそうすると、この解約といった列の、ね、データタイプがロジカル型になりまして、値もですね、true かホル l s e といった形の値に変換することができました。でこういった形で,です、ね、データタイプを変換した際にはです、ね、サマリービューの方に行って確認をしていただくとですね、この解約という列がロジカル型になっていて、true の件数が237、holse が1233、true は16%ぐらいというところがです、ね、確認できるような形となっております。 じゃあもう一つですね、実は見ていきたいものがあります。材料の方に戻りまして、もう一つですね、プレミアム会員という列があります。で、このプレミアム会員、データを見てみるとですね、データタイプはニュメーリックという数値型になっているんですけども、値としてはですね、0か1しか取りません。で、プレミアム会員の場合には1で、プレミアム会員じゃない場合には0となっていますと。じゃあ、この列のですね、ロジカル型に変換をしていきましょう。 で先ほど使ったですね STR ロジカルって言って感想をです、ね、ここでも使うことになるんですけども、データが10の場合だとですね1が true で0が a l ルスとして変換されるようになります。では実際に、ね、試していきましょう。Explorer というの方に戻りまして、このプレミアム会員という列がありますと。ではではすねこちら、0 10のテータになっているので、ロジカル型に変換していきたいというところで、列ヘッダーメニューのところから、 データタイプを変換。で、このロジカルタイプに変換というものをですね、選択していきましょう。で、そうすると、この計算を作成のダイヤルは表示されて、この計算自体には先ほども使用した SCR ロジカルといった関数がすでに指定されているので、この状態で実行していきます。で、そうすることですね、1の場合に当てる で、フォルス、あの、ゼロの場合にはですね、フォルスといった形で、ロジカル型のデータにですね、変換をすることができました。で、今、紹介したような形ですね、イエスかのもしくはですね、1か0ロという場合にはですね、ロジカル型に変換していただくとですね、あの、トゥルーの数だったり、トゥルーの割合を計算、あの、計算ができる。あとはですね、後ほど紹介していきますが、あの、チャットの方でですね、ロジカル型にすることによって、あの、トゥルーだったり、トゥルーの 数あったり割り合いっていうものをですね、簡単に可視化をできるようになります。じゃあ。 先ほどまでは、この元のデータがイエス、ノーだったり、1、0の,時のですの、ね、ロジカル型の変換っていうのを紹介をしていったんですけども、元のデータがイエス、ノーだったり、1、0じゃなくても、条件をもとにです、ね、ロジカル型のデータを作ることができます。でさらに、ですね、これをやってあげることによって、よりですね、分析の時にですね、2次のデータにできるので、分かりやすくなるということもあったりします。 例えばなんですけども、購買額が10万円以上なのかどうなのかだったり、特定の製品を購買したかどうか、あとは特定の文字列を含むかどうかだったり、最後の利用日が1ヶ月以内かどうかという形でですね、あの、元のデータがロジカル型にならないようなデータだったとしてもですね、あの、自分で条件を作ってロジカル型にしていくことが可能です。じゃあ実際にですね、今回は、あの、ロジカル型に変換する例という形で見ていきたいんですけども、さすにですね、 今回は連絡手段という列に注目をしていきましょう。で、この連絡手段という列はですね、あの連絡手段がメールなのか電話なのか、それともですね、連絡手段が分からない不明というですね値を持ったようなデータとなっています。で、今回やりたいこととしては、この連絡手段がメールの場合にはトゥルー。で、そうじゃない場合にはですね、ホルスを返すロジカル型の列を作っていきたいです。 でロジカル型のデータを作るためにですね、今回はこの計算を作成という、先ほど使ったもの、あのダイログで表示されたものがあるんですけども、こちらを使ってですねやっていきたいと思います。じゃあ実際にエクスプローラーというのを行きまして、今回この連絡手段がメールかどうかのロジカル型を作っていきましょう。連絡手段のセッターメニューから、この計算を作成というものを選んでいきます。 で計算の作成の中でも、ですねこの標準と条件付きという2つのタイプがあるんですけども、まずはですねこの標準というものを使っていきましょう。この条件付きについては、後ほど紹介させていただきます。じゃあ、この標準というものを選択をしていくと、ですねこの計算の作成のダイヤルが表示されました。で、計算エディターのところには、この連絡手段という列が入っていることになっています。じゃあ、ここから連絡手段がメール。 かかどうという条件を作りたい場合には、ですねこの連絡手段の後にですね暗角のスペースを入力をすると、でもしです、ね、あの演算子の候補というものが表示されない場合には、タブキーを押していただくと、演算子の候補というものが表示されますで。この演算子の候補の中に、ですねこの等しいというものがありますで。今回はこれを使っていくことになるんですが、等しいという条件を作りたい場合には、イコール、イコールといった形で,です、ね、2つイコールを使うことになります。 じゃあ、連絡手段が等しい、イコール、イコールというのを選択した後に、じゃあその値は何にするんですかというところで、今回の場合はこのメールというのを選択をしていきましょう。で、こういったメールだったり、電話みたいな文字列を指定するときには、文字列だと認識をさせるために、この用途内にですね、ダブルコーテーションというものを付ける必要があります。 で条件とした、ね、連絡手段がメールと等しいといったものになりますので、この状態で,です、ね、新しく列を作成、チェックをついた状態でメールかどうかといった形で列名をつけてで実行してみましょう。でこれで実行をしていくことです、ね、この3行目がメールラインになっていますが、この3行目の場合にはトゥールー。 でそれです、ね、電話だったり不明の場合にはホールスといった形で,です、ね、あのロジカル型で値を返していくことができるようになりましたと。ただです、ね、こういった形で演算子というものはです、ね、あの先ほど候補として表示されていたものがありますと先ほど使ったのはこのイコールイコールという何々に等しいというものを使っていきましたと。でそれ以外すも、ね、いくつかの演算子というのがあります。 でただ、これらの演算子というのを、ね、最初から覚えておくのはです、ね、ハードルが高い方もいらっしゃるんじゃないかと思います。でそうしたときにです、ね、こういった条件式、分からないときはです、ね、実はフィルターを使ってあげることによってこのフィルターの UI の中からです、ね、条件式っていうのを確認していくことも可能です。じゃあ、実際にです、ね、こちら見てみましょう。う戻まして 先ほどは、ですねこの連絡手段がメールに等しいといった形の条件を作っていきました。でこれがですねもし分からない場合には、この連絡手段の列からフィルターを選択していきましょう。でフィルターの方でもですねこの等しいというのを選んでいきます。でそうすると、フィルターのダイヤルは表示されますが、この今回はです、ね、値のところにこのメールというのを選択していきましょう。でそうすするとですね あの条件としては、この連絡手段がメールと等しいといった条件になっていますと。で、今回設定したこの条件っていうのは、実はこのシンタックスの方にも表示がされています。この連絡手段がイコールイコール、こちらは等しいですね。で、値としてはメールといった形で、この条件っていうものが作られていると。なので、もしですね、自分でこのロジカル型を作るときに条件が分からない場合には、先にですね、フィルターを作って、 でその後にですね、このシンタックスのところをコピーして、先ほどの計算を作成のところにですね、貼り付けていただくと、簡単にですね、条件を作って、ロジカル型のデータにしていくことができるかと思います。じゃあですね、一応こちらのフィルターの方は閉じていきましょう。で <laughs> はですね、今、この簡単な等しいといった条件を紹介していきましたが、次にですね、見ていきたいのが、この連絡手段が分かっているメール。 そして電話の場合にはトゥルー。で、そうじゃないですね。不明の場合にはですね、ホルスを介するロジカル型の列を作成したいとしましょう。じゃあ、その時は何の論理演算子を使えばいいのかってですね、この %in% っていうですね、どれかに等しいというものを使っていくことになりますと。ただ、このサンプルの方を見ていくとですね、ちょっと分かりづらいかと思います。この連絡手段 %in%。で、その後に C っていうものを使って、値としてメールと電話というのを指定をしていると。 で最初の、じゃあですね、この書き方、分かりづらいと思うので、そういったときはですね、先ほど紹介したような形で、このフィルターで条件を設定をしていくと。どれかに等しいで、値にはですね、メールと電話を選んでいただくと。でそうすると、このフィルターで設定した条件に応じてですね、この条件式っていうのが表示されるので、じゃあ、この条件式をコピーして、そのまま使ってあげればいいということになります。じゃあ、実際こちらもやっていきたいと思います。 エクスプローラーという方戻りまして、この連絡手段の列かですね、メールと電話という形でですね、条件あのどれかに等しいといった状況、演算手を使ってやっていきましょう。連絡手段の列かフィルターのどれかに等しい、各複数の値というものを選びます。でそうすると、このフィルターのダイヤルは表示されますが、この値のところにはこのメールとして電話を選んでいきましょう。 でそうしてあげることで、これですね、実行してあげれば、この連絡手段がメールと、そして電話のデータだけになるんですけども、この今回気にしているのは、このシンタックスの方ですね。この連絡手段がメールと電話のどちらにも等しいといったものを使っていきたいので、これをですね、そのままコピーをしてあげます。 でこれでコピーができたらです、ね、今回は実際にフィルターをするんじゃなくて、ロジカル型でトゥルーカフォルスを返す列を作っていきたいので、ちょっと今回はこちらを閉じていきましょう。でですね、ここからあの先ほどのような条件を作っていきたいんですが、この連絡手段のところからですね、計算を作成、で、標準というものを選択をしていきます。 で、これで選択ができたらですね、計算を作成のお題が表示されますが、この計算エディターのところには、先ほどコピーしておいたですね、あの条件式をそのまま貼り付けていくと。で、これだけですね、実は、あの、メールか電話かの場合にはトゥルー、そうじゃない場合はフォルスという形でですね、あの、返すこと、値を返すことができます。じゃあ、新しく列を作成にチェックがついた状態で、連絡集団アーリーといった形で列名をつけて実行してみましょう。 でそうしてあげることによって、ですねこの連絡手段ありというロジカル型の列を作ることができまして、メールか電話の場合にはトゥルー。そうじゃない場合には、ですねフォールスの値を返してです、ね、列を作ることができました。で今まではですねカテゴリー型のデータで,ですね紹介をしていったんですけど、もう一つだけやってみたいことがあります。というのが、この毎月の購買額という数字型の列がありますと、じゃあこの毎月の購買額をもとにですね、 この購買額が1000ドル以上の場合であればトゥルー。そうじゃなければフォルスという形でですね、あのロジカル型の列っていうのを作ってみましょう。で、これもですね、同じくあの計算を作成っていうのを使っていくことになります。この毎月の購買価格の列から計算を作成の標準ってものを選んでいきましょう。で、そうすると、 計算を作成のダイヤルを表示されまして、毎月の購買額というものが、ね、計算1.1に入っているので、ここからですね、以上をといった演算子をです、ね、選んでいきます。で、その後はですね、この値のところにもですね、1000といった形で、1000ドルといった形にして押し上げることによって、1000ドル以上かどうかという形でですね、条件式を作りました。じゃあ、こちらの新しく列を作成にチェックがついた状態で、購買額が1000 以上という形ですねレッドを作っていきましょうでは、これで実行していくことで,ですね。これによって、購買額が1行目に関してはです、ね、1000以上なんですけども、この場合には1000、ね、トゥルで、そうじゃない場合にはですねあの1000トル未満の場合にはホールについていっ形で,ですね値を返すことができました。 こういう形でですねデータタイプがあのカテゴリー型だったとしても数値型だったとしてもですねあのロジカル型の列っていうのを作っていくことができました。じゃあですねこういう形でロジカル型のデータ作ってあげたのであればそれを使ってですね可視化をしていくことができます。例えばなんですけども年齢ごとにですね購買額が1000以上トゥルーとなる数を可視化をしたいだとかもしくはですね 年齢ごとの購買額が1000以上の r u ルーの割合というものを可視化したいみたいなことがあったりします。そういったものをです、ね、ロジカル型にしてあげることによって簡単に可視化をしていくことができますので、実際こちらも試してみましょう。でですね、先ほど、この年購買額が1000以上といったロジカル型の列を作っていったんですが、今回はこちらを使っていきますで。チャート作成をしていきたいので、チャートビューの方に移っていきましょう。 で、今回ですね、タイプのところにはバーというものを選択をしていきます。で、X 軸の方にはですね、このまま年齢という列を割り当ててあげて、そうすることによって、この年齢をですね、5等分した形でバーチャートとして表示されました。で、今回の場合はですね、この5等分ではなくて、このバーを10本生やすような形で10等分にしてみたいと思います。このタイプ等幅かっこ5となって緑のテキストをクリックをして、 こちらのカテゴリーの数っていうところには10としておしましょうで。そうすることでですね、これで年齢を10等分することができました。じゃあ、その次なんですけども、この Y 軸の方にですね、先ほど作成した購買額が1000以上といった列を割り当てたいんですけども、今この状態だとまだ割り当てることができないと。でなぜなら、このチャートピンっていうのが1番目のステップに紐づ付いてしまっているので、先ほどですね、ロジカル型に変換したステップや2番目のステップに紐付けてあげましょう。 このチャートピン、2番目のステップに紐づけていきます。で、そうしてあげることによって、この Y 軸の方にですね、先ほど作成した購買額が1000以上といった列を割り当てることができるので、選択をしていきましょう。で、そうすると、こういったロジカル型のですね、列を割り当てていくとですね、デフォルトでは、この中継関数というものは true の数というものになっています。で、これによってですね、それ以の年齢ごとに購買額が1000以上の あの人数、トゥルーの数というのを可視化をすることができましたと。ただ、これだとですねあの年齢によって人の数が多かったり、もしくは少なかったりするところがあったりしますと、でその人の数が多いところでもあの1000以上の件数が多いのか、もしくは少ないところでも1000以上の件数が多いのかというところは比べるのがちょっと難しいので、そういったときには、 トゥルーの割合といった形でですね、可視化をしたいことがよくあります。なので、ここのですね、Y 軸の集計関数っていうものを、トゥルーの割合っていうものに変更してあげましょう。で、そうしてあげることによって、これですね、それぞれの年齢ごとの購買額が1000以上の割合っていうのを可視化をすることができましたが、まあ、年齢が上がっていくにつれて、購買額が1000以上の人たちっていうのは増えているんだなっていうのをですね、このチャートから確認していくことができるかと思います。 なのでこのでこロジカル型にしておくことによって、トゥルーの数の値、トゥルーの割合というのはですね簡単に集計可視化をしていくことができますと。じゃあ、ですねここからは次のトピックの方に移っていきましょう。次がです、ね、複数の条件をもとに値を作るというところに入っていきます。で先ほどまでは、ですねこの計算作成のですね標準というものを使って自分 自分で計算式を作っていったんですけども、今回ですね、この計算作成の条件付きっていうのを使用していきましょう。で、そうすると、この条件を設定して置換という機能をですね、使っていくことができますが、この条件を設定して置換の機能では、フィルターのようにですね、UI を使って条件を作成することができます。なので、朝ですね、先ほど、 検査を作成でやらなくてもですね、もしあの UI だけでやってしまいたいという場合こちらの機能を使っていただけたらと思います。さらにですね、新しい値の方には、データ型をロジカルとしてあげることによって、トゥルーかフォルスの値というものをですね指定できるようになります。じゃ試しにですね、こちらやってみましょう。グスプローラーというの方に戻りまして、テーブルビューの方に行っていきましょう。 で今回はですね、この毎月の購買額から1000以上かどうかといった条件を作って、トゥル・ホルスのロジカル型のレートを作っていきたいんですが、今回はこの計算を作成の標準ではなく、条件付きっていうのを選んでみましょう。でそうすることによって、この条件を設定して、置間といったダイヤルが表示されました。で、ここからですね、自分で条件だったり、返したい値っていうものを指定することができます。 で条件の方には、ですね、このプラスボタンを押して、条件を追加していくことができますが、こちらで条件のプラスボタンを押して、毎月の購買額が1000以上としたいので、演算子は以上。で、値の方には1000と入力をしましょう。で、こういった形でですね、フィルターのような形に UI を使って条件を作ることができます。で、もちろんです、ね、このシンタックスっていうところには、先ほども計算策定でやったものと同じになりますが、シンタックスがです、ね、表示されるようになっていると。 じゃあこれで、OK を押す,です、ね、このの条件のところに先ほど作成した条件がが追加されていることが分かりますで。ここからなんですけども、新しい値、今までだとですね、キャラクターというデータ型で返してしまうことになってしまうんですけども、もしですね、ロジカル型として返したいのであれば、データ型というところには、このロジカルか、過去論理値というものを選びましょう。 でそうすると、ここあのデータ型ですね、変更していただくと、ここですね、あのタイプを変更することができるんですが、この論理値っていう場合には、この true か h o l s e っていうのを選ぶことができるようになっております。で、今、まあ、この状態だと、1000以上の場合には true と返してくれるんですけども、1000未満の場合だと、欠損値となってしまうことになっています。で、1000未満の場合には h o l s e と返していきたいので、この欠損値となっているところを論理値に変えてあげて、 こちらをですねフォルスにししてあげましょうでこれによって1000以上であればトゥルーで1000未満であればホールスといった形で,です、ね、返す条件を作ることができましたではですねこの新しく列を作成のところに対して今回重14客といった形で,です、ね、列名をつけてあげましょうで実行していくとですねこれで先ほどの勾配が1000以上と同じような結果になるんですけどもあの1000以上であればトゥルー で、1000円未満であれば、ホルスといったロジカル型のデータをですね、作っていくことができました。これがですね、UI を使っていきながらやっていきたいときには、この条件を設定して時間という機能をですね、使っていただけたらと思います。で、さらになんですけども、 UI を使って条件が設定できるというところから、この文字列を含むなどの、ね、高度な条件というのもです、ね、簡単に設定することができます。例えば、この文字列を含むというところで、製品名、テーブルだったり、チェアを含むかどうかという形で条件を作ることもできたりします。でもしくはです、ね、他にもあの利用日というのが1ヶ月になる。 1>, 1ヶ月以内かどうかっていう条件を作りたい場合もですね、UI を使って簡単に作成ができますので、ちょっと難しい条件になりそうだなっていう場合にはですね、この条件を設定して時間っていう機能を使っていただくと、簡単に作っていくことができるんじゃないかと思います。じゃあ次なんですけども、複数の条件っていうのを作っていきたい場合にはどうしたらいいんでしょうか。で先ほどもね、この購買額が1000以上みたいなんですね、1つの条件を対象に見ていきました。 ただあの、ものによってはですね、複数の条件を作りたいことがあります。例えば、有料顧客っていうのを定義するときに、購買額が1000ドル以上で、なおかつ、プレミアム会員がトゥルーといった人たちを対して、有顧客であると定義したいときもあったりしますと。で、そういうときにはですね、複数の条件を使っていかないといけないんですけども、先ほどのですね、この条件を設定して、置換という機能ではですね、複数の条件っていうのを設定することも可能となっています。 で実際こエクスプローラーというの方に戻りまして、先ほどです、ね、この有用顧客というものをです、ね、作っていったんですけども、もう一度です、ね、こちらを編集したいので、3番目のこのステップのトークンをクリックしていきましょうとで。そうすると、この条件を設定して時間のタイヤルが表示されて、先ほどまで設定していたものがです、ね、見えている形になります。 で今回、条件のところに1000ドル以上で、でなおかつプレミアム会員がトゥルーといった条件を追加したいので、この条件のプラスボタンというのを押していきます。でそうすることによって、もう一つ条件を追加していくことができますが、今回はこの列にプレミアム会員。で演算子はトゥルーであるという形で,です、ね、設定をしてみましょう。でこれで設定ができたらです、ね、OK ボタンをクリックしていきます。 そうすることによって、一つのこの条件の中でも、コバイが1000ドル以上、で、なおかつプレミアム買いがトゥルーといった形でですね、条件を設定することもできました。で、今ですね、デフォルトだと、このといった条件になっていますが、もしですね、OR といった条件を使いたい場合には、こちらから選択することが可能となっております。で、まあ、これですね、条件が設定できた実行ボタンを押していくとですね、 そうすることによって、この購買額が1000以上で、なおかつプレミアム会員がトゥルーの人たちに対してトゥルー、そうじゃない人たちに対してホールするという形で,ですね値を返すことができました。これがですね、条件設定して時間だったですね、簡単に複数の条件が作れますよということになっています。ちょっとここからは遅くになるんですけども、 条件を設定して時間今はですね、ロジカル型のデータを作っていくために使っていったんですけど、他にですね、活用ケースはあります。で先ほどはですね、条件に対して、トゥルーかホルスの、日次で返すロジカル型の使い方っていうのを紹介していきました。ただですね、条件に対して、トゥルーかホルスではなくて、1000ドル以上の場合には、有業顧客、で、1000ドル未満の場合には、一般顧客といった文字列をお返し,したいこともあります。 でそういったときもです、ね、この新しい値というところに対してデータ型を文字型にしてあげることによって、文字としてです、ね、有用顧客だったり、一般顧客というのを指定することも可能となっています。でさらに、このセグメントを使い作成したいときによくあるんですけども、複数の条件に応じて値を返したいこともあります。例えば2000ドル以上の場合には、このセグメントの値としては高い、で1000ドル以上であれば中。 1000ドル未満であれば低いみたいな形に作りたいこともあるかと思います。でそういった時もですも、ね、対応していまして、この条件を設定して時間の方だと、複数の条件というのをです、ね、作ってあの、それに応じた値を返していくことが可能です。ちょっとこれはです、ね、試しに作ってみましょう。Explorer ーーの方に行きまして、この毎月の購買額の列か、らですねこの計算を作成の条件付きというのを選んでいきます。 でそうすると、この条件を設定して時間のダイが表示されますが、この条件に対して、この毎月の購買額が2000円以上といった形で,です、ね、指定をしてあげましょう。でこれによって購買予約が2000円以上という形に指定ができるので、新しく返したい値の方には、ですね、このデータ型をこのキャラクター文字というものにしてあげることによって、値としても線文字を返すことが可能です。でこれで 高いみたいな形に設定をしておきましょう。で、もう一つ条件として1000以上といった条件を作っていきたいので、新しく条件を作りたいときはですね、この条件を追加っていうものを押していただくと、この下の方に新しく条件が追加されて、で、ここですね、また条件を設定していくことも可能となっています。で、ただですね、同じような条件っていうのを作っていきたい。ただ、ちょっとしたところが変わっているっていう場合には、もう一つですね、条件複製っていうものがあります。 で、この条件を複製を押していくとですね、この下の方にもう一つ条件が追加されて、で、同じ条件が、条件とそして新しい値っていうのがですね、複製されていることが確認できましたと。ただですね、細かく変えていけばいいっていうところで、この2000というところはですね、線に変えてあげましょう。こちらを線に変えてあげて、新しく返したい値の方にはですね、中という形に指定をしてあげます。で、最後ですね、この今、 2000以上であれば、こう。で、1000以上であれば、中。で、最後ですね、1000未満の場合であれば、低といった形であの指定をしてあげたいので、このそれ以外の場合っていうところに対して、文字を指定をして、こちらには、低といった形でですね、指定をしてあげましょう。で、これによってですね、複数の条件に応じて、新しく値を返すということができるような形になります。 で、こちらの新しく列を作成の状態で、セグメントといった形に列名をつけてあげて、実行していきましょう。で、これによってですね、このロジカル型以外もですね、複数の値、あの条件をして複数の値を返すということができたりします。で、こういった形であのセグメントを作ったときにはですね、それがどれぐらいあるのかっていうのを確認したい場合には、 このサマリビューの方に行っていただくと、あのそれぞれどれぐらいの件数があったのかというところをです、ね、確認していただくことも可能となっております。で、今はですね複数の条件を作って文字を返していくということを紹介していったんですけども、他にもですねあの文字以外にも計算式を返すということもできたりします。ちょっとこれは一例となりますが、例えば売上げのデータがあったときに、売上げというのは現地の通貨で計上されているということもあったりします。 で例えば、日本の場合だと日本円で計上されていて、それ以外のものはですね、US ドル、あのドルで計,算あの計上されているということもあったりすると、でそういったときにすべてドルであの統一したいということがあったりします。でそういったときには、この新しい値というところに対して、計算式をあの使うこともできまして、例えば、この通貨が日本円であれば、 この売上の方から110円で、あの、110ではありますよみたいな形で計算式をですね、使用していくことも可能となっています。 ですね結構たくさんのことができるようなあのパワフルな機能となっていますので、皆さんもこの条件を設定して時間という機能をですね使ってみていただけたらと思います。ちなみに今回紹介したような形で,ですね複数の条件を作るというものはですねこのバージョン6.11から,からですねサポートされている機能となっておりますので、もしですねバージョンが古い場合にはバージョンアップしてですねあの試してみてください。 では、最後のトピックになりますが、チャート内での条件の使い方について見ていきましょうで。ここではトピック2つありまして、1つ目が条件付き集計関数というものになっています。で今回やっていきたいこととしてはですね、購買額ごとの,あの件数みたいなものを可視化をしていくことになるんですけどただ、その中でもですね、自分が担当している店舗が占める割合というものをですね、可視化をしていきたいと思います。 でそういったときにですね、この Y 軸の集計関数というところに対して、条件付き集計関数というものがあります。でこれを使うことによって、条件にマッチする値のみで集計することができますので、次にですね、こちら試してみましょう。エクスプローラーとのほうに行きまして、チャートとして長距を使っていきたいので、チャートビューのほうに移っていきましょうで。新しくチャートの方を作りたいので、チャートの新規チャートを追加のプラスボタンを押していきます。 でタイプのところにはですね今回もバーチャーとってものを使っていきましょう。X 軸の本にはですねこの毎月の購買額といった列を割り当てていきます。でそうすると、この毎月の購買額というのを5等分してくれたんですけども、ここはですね先ほどの年齢と同じような形で10等分していきましょう。この同幅5となって緑のテキストをクリックして、カテゴリーの数を10と設定をしてあげます。でそうすするこことによってですねこれでねれ 毎月の購買額を10等分した状態で、それぞれのですね、業の数、顧客の数っていうのは可視化をすることができました。で、これで見ていくとですね、あのー、毎月の購買額が低いところに、ね、ですね、顧客が多く集まっているというところが確認できるかと思います。でただ、今回やってみたいのが、これで可視化をした際に、それぞれのバーの中で、 自分が担当しているのが、例えばサンフランシスコとパロワールドだったときに、それぞれでどれぐらいの割合を占めているのかというところをです、ね、見ていきたいとしましょう。でそういうときには、この Y 軸の集計関数というのは、手元だとこのカウントというものになっているんですけども、今回はこの条件付き値の数の割合、カウントイフレシオというものを使ってみましょう。で、これで選択をしていくとですね、 フィルターのダイアログのような形で条件を作っていくことが可能となっています。で、今回見ていきたいのが、この列に対しては店舗を割り当てて、で、サンフランシスコとパロアルトを選んでいきたいので、どれかに等しいというのは選んでいきましょう。で、値のところには、このサンフランシスコ、そしてパロアルト、この2つを選択をしていきます。 で、そうすることによって、それぞれのバーの業務数の中で、このサンフランシスコとパロアートの割合がどれだけあるのかっていうのをですね、可視化をしていくことができます。では実行していきましょう。で、こうすることによって、全部の店舗の、あのー、があったときに100%としたときに、このサンフランシスコとパロアート、この2つの店舗で何を占めているのかっていうのを可視化をすることができました。で、見ていくとですね、あのー、結構、 まんべんなくあのパーセンテージがあるということが確認できるんですけども、ただこの2店舗だけであの50%ぐらい占めているようなあのものもあったりするので、結構この2つの店舗はで、ね、比較的あの、その顧客の中に占める割合が多い、高いというところはですね、確認できるかと思います。 じゃあ、もう一つですね、条件付き集計関数というものを使ってあのやっていきたいことがありまして、集計テーブルだったり、ピボットテーブルなどですね、あの集計表の方でもですね、条件付き集計関数というものを使っていくことができますので、ちょっとそれを使ってですね、試してみましょう。で可視化したいものと、あの集計したいものとしてはですね、店舗ごとの全体の購買額、そしてプレミアム会員だった時の購買額と割合というものを、ね、集計してみたいと思います。 では、エクスプローラーというの方にきまして、新しくチャートを作っていきたいので、新規のチャートを追加を押していきましょう。で、タイプの方には、今回はこの集計テーブルっていうものを使っていきたいと思います。で、グループのところにですね、この、例えば地域、そして店舗っていうのを割り当ててみましょう。で、そうすると、地域の中にある店舗といった形で、ね、先集計をしていくことができますが、この値の方にはですね、この毎月の購買額っていうものを選択をしていきます。 でそうすると、店舗ごとのです、ね、購買額の合計値っていうのを、ね、集計することができました。ただ、この店舗です、ね、この購買額の合計値があった際に、それがです、ね、プレミアム会員だったときには、どれぐらいの購買額なのか、で、なかつ、それって何割ぐらいを占めているのかっていうのを見てみたいと思います。この値のところにです、ね、もう一つ、毎月の購買額という列を追加をして、 で、このサムとなっている集計関数がありますが、ここはですね、条件付き合計値、カッコサム、イフっていうのを使っていきましょう。で、これで選んでいくとですね、この条件のデーが表示されますので、この列のところにはプレミアム会員という列を選んで、で、演算子には true であるという形でですね、指定をして実行していきましょう。 でそうすることによって、毎月の購買額、オークランドであれば19万ぐらいだったんですけど、その中でプレミアム会員の,あの購買額ってのは12万5000ということが、ね、確認できるようになりました。じゃあ、このプレミアム会員だった時のこの購買額ってどれだけを占めているのかっていうのを見たいとしましょう。でそういう時もですも、ね、値のところにこの毎月の購買額を割り当ててあげて、その次のです、ね、集計関数っていうところに対しては、 この条件付き合計値の割合、この寒いフレシオというものを使ってみましょう。でこれで選んでいくとです、ね、先ほどと同じ条件が表示されるので、プレミアム会員が true であるという形で条件を作って実行していきたいと思います。でそうしてです、ね、このプレミアム会員の購買額が全体の中で何パーセントなのかというのを、ね、確認することができました。 でそうすると、0.66だったり0.71といった形で,ですね、結構な割合をです、ね、プレミアム会員が占めているということが確認できるかと思います。ただですね、ちょっとこの0.66だったり0.71みたいな形になっているので、これをパーセント表記にしてあげましょう。この毎月の購買額のメニューのところからですね、フォーマットっていうものを選択をしていきます。 で、そうするとですね、このフォーマットのタイプっていうところがデフォートだと数値になっているんですけども、これをパーセントとしてあげましょう。で、これで適用してあげることによってですね、これでパーセント表記にすることができました。で、そうすると、これで見ていくと3までが75%で多いっていうことは確認できますが、ただですね、ここから、あの、ちょっと脱線はするんですけども、こういったパーセンテージがあったときに、あのー、この文字を見ないとですね、 どこが高いのか低いのかっていうのは分かりづらくなっていると。なので、これを直感的にあの分かりやすくしたいというときは、ビジュアルフォーマットっていうのをですね行っていくことが可能です。で、メニューのところからですね、この色の割り当て。で、例えばこの背景、テキストっていうのを選択をしてみましょう。で、そうすると、この列のフォーマットっていうところで,ですね、この色の割り当てに対して、この背景とテキストっていうのが選択されていることになっているので、このまま適用していきます。 でそうすることによってで、すね、この毎月の購買額、プレミアム会員が占める毎月の購買額の割合が高いものは、あの青くあの、濃い青で、で、ちょっとでも低いものに関してはあの、低いものに関してはですね、この薄くなっていくような形で,で、すねあの、ビジュアルをつけていくことができました。 こんな形でですねあの、今回紹介したこのサムイフだったり、サムイフレッションみたいなです、ね、条件付き集計関数をですね、チャートの中で使って可視化をしていくっていうこともできたりします。でもう一つですね、条件をチャートの中で使うケースがあります。というのが、条件に応じて色を分割したいときっていうところなんですけども、例えば年齢ごとにですね、購買額が1000ドル以上かどうかで分けて割合を可視化したいときもあったりします。 でそういう時はですね、この色をグループ化っていうところにですね、この毎月の購買額という列を割り当てていくんですけども、このグループ分けのタイプに対して論理条件というものを使うこともできます。で、これやってですね、条件に応じて true だったりフォルスに分けて可視化をすることも可能です。こちらもですね、実際試してみましょう。エクスプローラーの方に行きまして、新しくチャートを作りたいので、新規チャートを追加。 で、タイプの方にはバーを選択して、X 軸は年齢を選んでいきましょう。で、ここもですね、10等分をしていきたいので、等幅の10と設定をしていきます。で、これによって年齢をですね、10等分することができまして、Y 軸はですね、今回このま,ま行の数っていうものを選択をした状態でやっていきましょう。で、次にですね、このサービスのバーがあるんですけども、これを購買額が1000ドル以上かどうかっていうのを分けていきたいと。 でそういう時には、この色に対して、購買額、毎月の購買額の列を割り当てていきます。でそうすると、こういった数値型の列を割り当てていくとですね、この X 軸と同じなんですけれども、数、あ、値、のー、を5等分にカテゴリー化しているような形になっています。ただ今回やりたいのは、この5等分ではなくて、1000以上かどうかという形に条件を作ってやっていきたいので、このタイプ等幅確保という緑のテキストをクリックしていきましょう。 でそうすると、色グループ並び順の設定というタイルが表示されるんですけども、このグループ分けのタイプというところに対して、こちらに論理条件というのを選んでいきます。でそうすることによってです、ね、ここから条件を作っていくことができるんですけども、この条件作成というところを押していただいて、で円算子は以上で。値の方にですね、1000円といった形に入力することによって、この小倍額が1000以上という条件を作ることができました。 で,あとはですねこれによって、ツルーとホルスという形でですね色を分けてくれるような形になりますので、適用ボタンを押してみましょう。でそうすることによって、ですねこのバーをです、ね、この勾配画が1000以上かどうかという形で,です、ね、色を分けて可視化をすることができました。であとはです、ね、こういうフューチャートを作ったときはですね、 100%の積み上げバーチャートとして、その中での割合として見ていきたいということがよくあるケースだと思いますので、Y 軸のメニューの方からクイック表計算。で、後継値に対する割合というものを選択をしてみましょう。で、そうすることによって、すべてのパワーを100%として、その中でこのトゥルーツ・ホルスの割合というのを可視化することができました。 で、見ていくとですね、あのー、年齢が上がっていけばいくほど、この米が1000ドル以上の顧客の割合っていうのは増えていることが確認できるかと思います。まあ、こういった形でですね、色に割り当てた時もですね、論理条件っていうのを作っていくことができます。というところで,ですね、今回紹介したい内容自体はですね、以上となるんですけども。 このロジカル型にしてあげることによってですね、あの可視化しやすくなってアナリティクスあの、アナリティクスで使えるものが出てきたりだとか、もしくはですね、可視化をしていくときもです、ね、こういう形で色分けをして使っていくということができたりもしますのであの、ぜひですね、皆さんもこのロジカル型に慣れていただいて、積極的にです、ね、活用してみていただけたらと思います。というところで、今回のこのセミナーの内容は以上となりますので、ここからですねいくつか告知をさせていただきます。 一つ目がですね、データサイエンス勉強会第25回ということで、実はですね、こちら明日のお昼12時からですね、開催をさせていただきます。で、この勉強会ではですね、エクスプローラーというのユーザーの方にですね、方に、エクスプローラーというの活用事例についてご発表いただくんですけども、今回もですね、素敵な3名の方にご発表いただけることとなっておりますので、あの興味がある方はですね、ぜひあの参加してみていただけたらなと思います。 で弊社の CEO の西田の方からは、次のバージョンの6.12の新機能についてご紹介させていただく予定です。でアジェンダとしては、このようになっております。で今回はです、ね、パネルディスカッションというものを用意しておりますので、あのもしです、ね、参加者の,あの方にです、ね、あの聞いてみたいこととかあればです、ね、こういったパネルディスカッションを通してです、ね、あの質問をしていただくことも可能となっておりますので、興味がある方はぜひご参加ください。 でこちらは申し込みが必要なものとなっておりまして、学ぶのトレーニングセミナーというところをクリックしていただくとです、ね、このデータサイエンス勉強会の項目がありますので、こちらから申し込みいただけるようになっております。で次にです、ね、サブスクデータ分析トレーニングというところで、こちらがです、ね、来月の12月8日、9日の2日間で開催をさせていただきます。で結構です、ね、最近はあのビジネスを売り、ね、 売り切り型のビジネスからサブスクリプション型のビジネスにですね、あの、転換している企業さんも多いかと思うんですけども、こういったサブスクリプション型のビジネスっていうのはですね、特有なあのビジネス指標、KPI っていうのがですね、が使われたりします。で、なおかつですね、このサブスクリプション型のビジネスではですね、コンバージョンだったりキャンセルっていうのが非常に重要になってきますので、それらをですね、あの、分析するためのですね、方法っていうのはこの、 サブスク型データ分析取りの方でカバーをしてきます。で1日目に関してはです、ね、あのエンゲージメントというのは非常に重要になってくるのでこのエンゲージメントの作り方だったりあとはです、ね、指標の作り方というところを学んでいただくようになっていますで。2日目になってくるとコンバージョン、そしてキャンセルをです、ね、の要因を分析するための,です、ね、あの手法を学んでいただくこととなっております。 なので、サブスク型のデータをですね、あの、やられている方、あの、サブスク型のビジネスに携われている方はですね、ぜひ、あの、ご参加を検討いただけたらと思います。で、次にですね、データサイエンスブートキャンプというところで、こちら、来年の1月18、19、20日のですね、3日間で開催をさせていただきます。 でこのブートキャンプの特徴としてはです、ね、エクスプローラーというのを使っていくのにプログラミングなしですね、ビジネスで使えるデータサイエンスの手法というのを短期間で一気に学んでいただけるようなトレーニングとなっております。じゃあ実際に何をやっていくのかというとです、ね、あの最初のほうはです、ね、データ分析と統計の基礎というところで基礎的なところをです、ね、学んでいっていただきます。でそこからです、ね、ステップアップしていって、統計だったり機械学習を使った、ね、予測モデルを2日目のほうだと学んでいただいて。 で3日目の方に入っていくと、それ以外の,あの生存分析だったり、クラスタリングみたいな、ですの機械学習の手法を学んでいただけるようになっていまして、結構ですね、このデルブートキャンプに出ていただくことによって、統計だったり、機械学習分からなかったとっいうところがですねあの分かるようになって、なおかつですね、ビジネスに実際に使えるような知識をつけていただけるようになっているかと思いますので、ぜひご参加のほうを検討ください。 でこれらをトレーニングの探し方としては、学ぶのトレーニングセミナーというところを開いていただくと、現在私たちの方であの公開しているトレーニングの情報を見ていただく、一覧として見ていただくことができますので、興味がある方はこちらを見ていただけたらと思います。というところで、最後ですね、私たちの方で Explorer.jp と,といった Twitter のアカウントの方で、最新情報だったり、お役立ちいただくようなコンテンツを発信しておりますので、興味がある方はですね、ぜひフォローしていただけたらと思います。